お花の皆さんこんにちは、沖野のかです。はい、今回は何をしていきますかと言いますと、過去の恋捨て出演メンバーにいきなり電話してみたドッキリ、イエーイ。初めてのあのドッキリなんですけど、あの私普段恋捨てメンバーとは、まあカジ君は除いてナナちゃんぐらいしか電話しないんですけど、はい、そんな私がいきなり電話をしたらみんなはどんな反応をするのか早速検証していきたいと思います。まずはね、じゃあナナちゃんから電話していきたいと思います。え、出てくれるかな、そもそも。あ、もしもし。もしもし、ヤッホー。ヤッホー、どうした。なんと今 YouTube を撮っていまして、いきなり電話してみてドッキリでした。びっくりしました。え、嘘、待って、ごめん、嘘、本当に。全然。え、待って、大丈夫、待って、え、切る、切った方がいいね、でも。え、全然知らなかった、ごめん、マジで。全然大丈夫。え、めっちゃ申し訳ない、ちょっとそれは。本当に申し訳ない。前にマジで会いたいんだけど。いや、本当に、本当に会いたい、マジで。マジで、本当に会いたい。いや、コロナだよね、本当に。いや、そうだよ、しかも、まあ、マジで行こうと思って、ディズニーランド2回ぐらい中止なんて。え、ね、本当にそれ、マジで。マジ無理。しかもさ、伸びたもんね、ディズニーもね。マジで。ねえ、もう本当に。今誰にかけたの、他。いや、ナナちゃんトップバッターよ、あなた。いや、でも本当になんか出てくれるかなってめっちゃ不安だったから、よかった。でも他にもかけてみるわ、じゃあ。え、レオくんにかけてみようかな。でもレオにかけてみ、多分出るんじゃない。ね、とりあえずジジババは電話しようと思って。絶対レオ出る。ありがとう。じゃあちょっと早く予定立てようね。ちょっとコロナであれだけど、はい、連絡するんで。いや、本当に遊ぼう、マジで。じゃあ本当にごめんね、インスタライブ中だったのに。いや本当に申し訳ない。いや、もうみんなにもさ、謝っといてごめんねって。ごめん、本当に。全然大丈夫。頑張って、 YouTube。 ありがとう。え、じゃあ YouTube もさ、コラボしようよ。いや、マジしましょう。ね、本当しよう。マジしましょう。もうちゃんと見てるから、私ナナちゃんの全部。もう私は全部見てるよ。ごめんね、本当に。はい、バイバーイ。はい、バイバーイ。ちょっと今、奈々ちゃんとに電話したんですけど、いや、もう本当に申し訳ない。もう、まさかのインスタライブ中だったっていう、全然知らなくて。ね、コロナが落ち着いてから、またいろいろ予定を立てたいと思うんだけど、じゃあ、早速、次電話していきたいと思います。じゃあ、ちょっとジジババ行きたいので、レオくん、かけてます。あ、もしもーし。今 YouTube を撮ってるんですけど、いきなり電話してみたドッキリ。何やそれ。はい、ちょっとあの恋してメンバーにいきなり私が電話してみるっていうドッキリなんですけど、ちょっと出てくれないかと思った。ああ、さっき仕事終わったばっかり。あ、そうな、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうですか最近は。どうですか。はい、まあコロナ対策頑張ってます。え、ちょっと、え、今ね、ナナちゃんにかけて、で、2番目です。2番目ですか。はい、おめでとうございます。あ、ありがとう、嬉しい。嬉しいみたいですね。じゃあちょっと、もうコロナ対策はしっかりしてくださいということで。はい、ちゃんと手洗いお願いします。はい、じゃあ次電話かけてみたいと思います。はい、はい、お時間ありがとうございました。はい、頑張って。はい、バイバイ。今、レオくんに電話かけたんですけど、いや、よかった。もう、奈々ちゃんしか出てくれなくて、あとみんな出てくれなかったらどうしようと思ってたから、とりあえず、ね、レオくんも出てくれてよかったです。みんなコロナ対策はしっかりしましょう、本当に。はい、ということで、3人目いきたいと思います。まさくんにかけてみたいと思います。いや、出ない気がする。出るかな？え、めっちゃ久しぶりなんだけど、でも。連絡も取ってないしね。出ない気がする。じゃあちょっとまさくんは出なかったということで、次4人目いきたいと思うんですけど、かじくんはね、忙しいと思うんだよね。あ、じゃあ、ルナちゃん、ルナちゃんにかけていきたいと思います。ルナちゃんはプライベートでも何度か遊んだことあるんですけど、最近遊べてなくて、ちょっと久しぶりに電話してみたいと思います。待って、全然出てくれない、みんな。出ませんでした。ねえ、ショック。ちょ
とルナちゃんとも久しぶりに話したかったんだけど、どうしよう。じゃあ次電話かけていきたいと思うんですけど、じゃあ5人目、え、どうしよう、誰に電話かけよう。あ、マサ君から電話かかってきた。あ、もしもーし。マリリン・モンロー。うん、どうしたの。あ、お久しぶりです。あ、はじめまして、藤村マサ君。あ、自己紹介してくれました。あの、実は恋してメンバー、え、なになになに、結婚すんの。いや、なんで急すぎない。恋してメンバーにいきなり電話してみたドッキリでした。イエーイ。え、ちょっと YouTube 今撮ってるの。YouTube ね。え、なんで恋しての曲流れてんの。雰囲気作ってる。おー、さすが。はい、ということで久しぶりすぎて。間違えねえのかなと思って。いや、よかったよかった、ちょうどね今撮ってる時だったからまだじゃあそういう感じではい、ありがとうございました。はい、バイバイ。ありがとう。あ、え、ルナちゃんからも電話かかってきて、ちょっと電話かけていきたいと思います。あ、出ないかも。あ、出ないかもしんない、ちょうど入れ違い。ちょうど入れ違いで今電話かかってきてたんだけどな、不在着信になってた。あ、ショック。マサナツ、お幸せにしてください。じゃあ最後誰に電話しようかな。でも、あ、ルナちゃんからちょうど電話かかってきた。もしもし。あ、もしもし。ごめんね、いきなり。どうして。全然大丈夫ですよ、間違いかな。いや違う、ごめん本当にちょうどさ入れ違いで、実は今あの YouTube を撮ってて、あのいきなり電話してみたドッキリでした。そう、そういうことなの。え、ごめん本当に、めっちゃいきなり電話かけちゃって。全然大丈夫です。いや、めっちゃ久しぶりだね。めっちゃ久しぶり。めっちゃお久しぶりです。え、どうですか最近は。もう元気にしてます。元気ですか。ななちゃん、レオくん、まさくんにかけた。そう。めっちゃおもろいです。めっちゃおもろい。ありがとう。ちょっと遊ぼう。久しぶりに。でもさ、今コロナであれだよね。ね、そうだよね。だって新幹線も怖いよね、ちょっと。怖い。ね、YouTube もね、コラボできたら。しようしよう。いろいろ企画やりたい。なんかなかできなくないですか。なんか、そうなんだよね。また東京来るとき教えてください。あ、もしもし。連絡待ってます。ちょっと待ってください。うん、ありがとう。本当にちょっと急だったけど。あ、全然いつでも暇なんで。ありがとう。じゃあまた遊ぼうね。遊びましょう。はい、バイバイ。ありがとう。ちょっとルナちゃんから電話かかってきて、よかった本当に。ちょっと電話した人全員かかってきて、よかったよかったよかった。よかった本当に。いやもうね、誰も出てくれなかったらどうしようかなと思ってて。いやもうね、ルナちゃんね、めっちゃ本当にめっちゃ優しくて本当にいい子で、なんかいつもね、あの東京来る時とか連絡くれたりして、何度か遊んだこともあるんですけど、よかった。ちょっとまたルナちゃんとも、ルナちゃんも YouTube やってるから、ちょっと一緒にコラボできたらなって思うので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。はい、ということで今回は恋してメンバーにいきなり電話してみたドッキリでした。いやー本当に、だって普段はやっぱり電話とかしないから。でも本当に良かった、みんな出てくれて、見てくれてありがとうございました。高評価よろしくお願いします。チャンネル登録とコメントもお待ちしております。ぜひお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。